消防設備点検中、今令和6年7月です。受信機予備電池試験。予備電池試験を行うと、交流電源が点灯したままなんですが、スイッチ注意灯が点滅。そのまま消灯すれば予備電池正常なんですが、もし異常だと、異常灯が点灯や点滅して、音響が明灯します。予備電池試験。スイッチ、糸、ショート、予備電池、正常。